小さな子供の頃、私にはきっと違うものがあるから、東京に行くと毎日自分に話しかけてあげた。夢を追いかけて東京へやってきた夏美。でも現実は細いから。はい、高原さん結構生活苦しいんじゃない？30人中30番最下位じゃん。こんなはずじゃなかったのに。正直ただの下手くそだよね。自分に何ができるのかわからない。金貸して。最低。あんま無理すんなよ。あんたみたいなプータローと一緒にいたって私一円の得にもなんないんだから。金のために漫画描いてんの？これがなっちゃんのやりたかったこと？やめてください。田舎へ帰れ。今の夏美の漫画何にもないよ。まあ俺にも何にもないけどね。うちの子あんまり笑わないんだけど、あんたの絵見てると笑顔になるんだよね。もっと描いて。私あんたのファン第2号になってもいい？この絵で持ち込みするなんて勇気あるよ。ちょっと待ってください。不安で心が苦しくて。でも最下位なら最下位の戦い方があると思うんだよね。書いて書いて書きまくるのだ。好きな四十八手は鴨の入れ首です。よろしくお願いします。どんなにうまくいかなくても何度でも立ち上がる。これは夢を諦めない全ての人の状況物語。怖っ。このお姉さん水死体じゃね？俺の方が絶対うまい。